はい、こんばんは。おやじでございます。今日はね、お餅をもうね、食べちゃえたらいいと思ったんで、チンして。で、きなこ砂糖を混ぜてね、たっぷりめに作ってあります。これもね、全部かけようと思いますよ。お正月に買ったお餅もやっとこれで終わり。こんな感じです。ちょっとサムネ撮ろうか。はい、ということで、お皿が白いんでね、ちょっと白飛びしてるかもしれないんですけど、いただきます。きな粉の方はね、いっぱいあるんで、たっぷりめでね、食べたいと思って。それではいただきます。思ったほど甘さが全然ないな。ちょっと砂糖持ってこよう。はい、でせっかくならね、もう砂糖じゃなくてちょっと変わって作ろうと思ってね。メープルきなこ餅。あれ、取れちゃいけないとこまで取れたかな。まあいっか。お、なんか黒蜜みたいでいいね。おお、すごいよ。わかる、このメープルの黒蜜のようなメープルの感じ。ほら、すげえ。絶対うまいよこれ。うん , 笑っちゃうわ、うますぎて。ちゃんときな粉の風味も消えないし、うまっ。ただきな粉が強いかな。きな粉のレベルを引き上げたかな。メープルの甘みは残ってるんだけど、風味はきな粉に取られてるな。ただうまい。そして甘々。うまっ。お餅をどう食べようかなと思ってたんですけど、これだと思ってきな粉が メープルいいな。食べるとお餅おいしいわ。
今日は夜ご飯をね少なめにして、お餅も食べないと。うん、おいしい。甘みが強いな、3つは。うん、でも美味しい。うん。でもこう食べてみると、やっぱり黒蜜ってすごい存在感がでかいな。このきな粉と合わせた時にしっかり黒蜜の甘みとかうまみが分かるんだけど、このメープルだとそこまでメープル感が強くないな。きな粉の風味に負けちゃってるところがあるね。はい、ってことでね、今日はね、こちらメープルシロップを使ったきなこ餅、メープルきなこ餅いただきました。とても美味しかったです。甘みが強くてね、最初ね笑っちゃうぐらいちょっとね美味しかった。うん、まあ2個ぐらい、1個2個ぐらいがちょうど一番うまいかな。3個目まで来るとちょっとメープルの甘みが強いなっていうのを感じました。ところでね、このきなこの残り、皆さんのご家庭ではどうしてますか？うちはね、うちは小さい時、きなこ餅とかで余ったら、うどんに混ぜて食べたりとか、ご飯にかけて食べたりとかね、そういう食べ方をね、してました。きなこ食べると思い出します。はい、ってことで、ご視聴様でした。ご視聴ありがとうございました。お餅大好き、おやじでした。バイバイ。